こんにちは。今日は2022年8月の17日です。久しぶりのね、動画の投稿になるかと思うんですけれども、8月結構ねバタバタしておりまして、なかなか撮れておりませんでした。ちょっとねまとめて活動報告となります。8月のね、6日7日とちょっと九州の方に行ってまいりました。8月6日はですね、輝け議会という、こんな感じのねチラシなんですけれども、フォーラム、研修会ですね、こちらに参加してまいりました。その様子はね、ちょっとこんな感じです。じゃあどうするのかって、ただし皆さんが、これから変わっていかないといけないっていうのが次前田さんのところに投げる予定なんですが、それぞれである特定の団体からの代表者が多いと思うんですね。そうすると心が非常に難しいかなっていうのが自分の問題です。どこから来たのかということと、これまでの感想をなるべく端的にお話しいただければと思います。で、先ほども言ったように進行役から、時計回りでお話しいただくようにお願いします。そしてこのテーマの解決策にといった感じでね、研修会を受けてまいりました。本当にねコロナ に僕が議員になってからコロナも始まってたんですけれども、外への研修会っていうのがね行けなかったんですが、ようやく初めて、そういったものに参加できたという感じです。で、詳しい内容についてはですね、ここで喋っちゃうとかなり長くなるので、それについてはちょっと割愛させていただきたいと思います。またね、活動についての、報告書というのをね、事務局の方に出しておりますので、ぜひね、ホームページの方からご覧いただけたらと思っております。はい、その後なんですが、最近はですね、一般質問についてちょっといろいろな関係者の方にですね、調査といいますか聞き取りをさせていただいて、そういった活動をしております。またですね、今日は臨時会と全員協議会がありまして、補正予算ですね、についての審議がありました。で、今回ですねちょっとかなり、紛糾したといいますか、これもねちょっと予算委員会の動画をぜひ見ていただきたいんですけれども、ちょっと7月20日にですね、再生エネルギーの補助金ができたんですけれども、それについてですね、4月まで遡ってからスタートさせるという説明だったんです。ただ今回のね、予算追加されたんですけれども、スタートを9月1日からにしますということで、おいおいちょっと待って話が違うじゃないかということで、かなり、いろんな質疑をさせていただきました。で、7月20日にですね、補助金を出すと決めまして、じゃあそれを当てにしてね、購入された方がもしいた場合、それが9月1日からスタートですとなると、補助金の対象外になってしまう可能性があるので、ちょっとそういった予算には賛成できませんということで、結論としては反対をさせていただきました。ただですね、一応議員全員の採決としては賛成多数で可決ということにはなっております。ぜひですね、ちょっと今回の予算委員会、臨時会の予算委員会をね、ぜひ動画の方でご覧いただけたらと思います。で、その後はですね、ちょっと全員協議会がありまして、地域懇談会で出た意見のね、どういうふうにまとめるかであるとか、次の定例会に向けてどういうふうにしていくかとかいうことが話し合われました。はい。で、その後またちょっとね、担当課でいろいろ一般質問に向けて聞きたいことがあったりしたんで聞きに行ったんですが、ちょっと担当者がおられないということで聞くことができませんでした。
ですね、来月の9月の7日から定例会始まります。で、一般質問の締め切りが8月の29日なので、それまでにね、やっていかなければならないことがたくさんあるなという感じで、頑張っていきたいと思います。で、先ほどね、この動画を撮っている時に、警戒レベル3というね、でアラートが、ね、なったような状態ですので、皆さんね、本当に災害等をね、まだまだ油断できません。雨がね、突然降ったりしますので、十分注意していただけたらと思います。はい、言い忘れたことがあったのでちょっともう一度取り直してます。昨日ですね、こういった新聞報道等でご覧だった方もおられると思うんですけども、芸備線沿線、議員連絡協議会というのが昨日ですね、立ち上がりまして、そちらの方に参加してきました。やはりね、広島市、秋田方市、三好庄原市でね、芸備線をなんとか存続させていこうというのね、議員の連携をもっと深めましょうというのと、連携して、こういった対策を取っていこうという、そのための会が発足しましたので、そういったところに参加して、これからね、いろんな要望活動をしたり、関係団体にね、いろいろ聞き取りをしていったりっていうね、できることをやっていきたいと思います。皆さんの、ね、生活に直結する部分、交通網というのは大事な部分ですので、今後も、ね、しっかり守っていけたらと考えております。はい、今日は、ね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。大同団結し、芸備線の存続と沿線の町部において寄与することを誓い、組織を立ち上げ、これからは本組織において連絡を密にし、市議会議員の使命を駆使し、住民のための町作りに鋭意努力することを約束し、設立宣言する。2022年8月16日、芸備線沿線議員連絡協議会設立総会、よろしくお願いします。で、60年って言ったら通過点みたいな。今スタッフさんっていう人は何人ぐらい抱えてるの？こっちの方とかですね、残ってると思うんですけど、それって多分代々からつながれてきてる山が今なんですよね。で、それが広島県に今現状なくて、でそれ作れんのか作らないんかの差だと思うんですよね。僕たちはなんかそれ作っていきたいなって思って